ドネシアが大変なことになっているそうですが、日本はガン無視しています。日本がインドネシアの要請を完全拒否しました。その要請とは、同国高速鉄道の延伸に関するもの。土壇場での裏切りにあったこの事業ですが、現在はさらなる延長が計画されています。その追加プロジェクトについてインドネシアは高岩無知にも日本の協力を求めていたのですが、バッサリと拒否されちゃったんです。しかしそうなると頼めるのは中国しかいません。そう、計画では55億ドルだった事業費を3割増の72億ドルにまで高騰させた相手とまたインドネシアは組むしかないんです。というわけで同国は債務の罠へ一直線。本当に延伸なんてやるんでしょうか。今回は日本の絶縁宣言と中国の仕掛けた事業費高騰の罠について詳しく見ていきましょう。2023年9月12日、インドネシア最大の英字紙ジャカルタポストは、日本は高速鉄道の延伸プロジェクトを忌避していると報じました。現在同国の高速鉄道はジャワ島西部にある首都ジャカルタと中西部のバンドンを接続しています。その路線長は約 140km で、これは日本でいうと東京静岡間レベル。高速鉄道としてはかなり短いものなんです。そこで路線をバンドンから東部スラバヤまで約 550km 延長して全長 700km にする計画が以前から検討されていました。しかしもちろんインドネシア単独ではそんな大工事はできません。そのため日本と協力する可能性についても取り沙汰されていたんです。現地メディアの報道によると、インドネシア政府内部では再び競争入札方式にすることで日本からの入札も期待されているとのこと。まあ日本が参加しようとしたらまたただで計画が手に入るぞとでも考えていたんでしょうね。こういった背景から、ジャカルタポスト紙は日本の姿勢を確かめるために内閣報道官である四方則幸氏にインタビュー取材を行いました。ところがその回答はというと完全拒否。2つ以上の国を組み合わせるとプロジェクトは複雑化してしまう。日本側が中国の建設した路線について何か保証することはできない。当然問題が起きた場合に責任を取ることもできない。四方氏はこう語りました。オブラートに包んではいますが、そんなの無理に決まってるだろという完全なゼロ回答です。延伸プロジェクトということは、中国が建設済みの路線と日本がこれから建設する路線を接続しなければならないということ。境目でトラブルが起きてもダメですし、中国側と日本側の路線で信号や運行システムだって一体化しなくちゃいけません。しかし我が国は隣国が作ったシステムについて全く把握していない状態。これでは四方氏の言う通り何の保証もできません。それにもし日本が受注に成功して延伸を終えたとしても、その後に問題が発生したら収拾のつかない事態になっちゃいます。仮に中国製のシステムが原因だったとしても、当然うちが悪いんじゃないと主張するでしょうし、インドネシアだって日本は責任転嫁してないで早く問題を解決しろなどと言い出すでしょう。この状況でインドネシアに協力すると思ったのが逆にすごいです。というわけで日本のゼロ回答は当然でした。その上、新幹線ブランドの価値が下がる可能性だってあります。その理由は、日本が建設した部分、つまり新幹線の部分で事故が起きれば、原因が判明するまで新幹線で事故が起きたと報じられてしまうからです。もしその原因が中国製システムにあったとしてもです。今回の延伸計画が実質的な日中共同プロジェクトになってしまったら、日本に責任を押し付けられるのが目に見えてますよね。まあ多分それも狙いだったんでしょうが、そのため四方氏は、新幹線ブランドを維持するためにも協力可能性については慎重に検討する必要があると指摘しました。要するに検討はするけどそれ以外はやらないよって意味ですね。さらに市はこのように続けています。日本にとってインドネシアは重要な友人だ。しかし
延伸プロジェクトについて、商業的な採算を確保するためには民間企業の協力が必要不可欠と考えている。要するに実際にやるのは政府だけじゃなくて民間企業なんだから、俺に言われても困るよ。企業が乗り気になるような条件を持ってきてよってことですね。ただはっきり言って今回のプロジェクトは民間企業からしたら何の魅力もありません。中国の高速鉄道システムと新幹線を接続するにはコストも時間もかかります。しかもその経験や技術はこれ以降何の役にも立たないんです。かつての裏切れを度外視したとしてもそもそも全くそそられません。しかたしだってそんなことは分かっています。分かった上で民間企業の協力が必要不可欠なんてちらじらしく言ってるんです。つまりそんな案件誰も入札しねえよという本音を最大限オブラートに包んだ結果がこの回答だったんです。これをジャカルタポストは、日本は高速鉄道の延伸プロジェクトを忌避しているなんて報じていますが、忌避なんてレベルじゃありません。実質的なゼロ回答、事実上の絶縁宣言だったんです。しかたしが語った本音は、日本政府も日本企業も協力なんてするわけねえだろうってことですからね。まあ裏切りの代償としては軽すぎますが、インドネシアはもう放置プレイでいいのではないでしょうか。もう日本には全く関係ありません。高速鉄道の経営が進むも地獄、退くも地獄状態に陥っているのも自業自得です。さて現地では10月にとうとう開業だなんて盛り上がっていますが、その経営状況は危機的状況に陥っています。原因は中国が72億ドルにまで高騰させた事業費です。日本メディアは高騰した事実は報じても、その理由まではほとんど追及していないんですが、契約を見ていくとどう考えてもわざと事業費を膨らませたとしか思えないものになっています。だからこそインドネシアも一度は裏切った日本に今さら延伸プロジェクトに協力しないかなんて秋波を送っているんです。少なくとも政府の一部には、いやもう中国は信頼できないから日本に頼もうよという意見があるわけですね。インドネシアが結んだ契約は事業費の 75% を中国の銀行が融資する代わりに、あらゆる資機材を中国企業から購入しなければならないというもの。これがミソです。普通のプロジェクトなら事業で使用する資材や機材は複数の業者に見積もりをかけた上で最も安いものを選ぶことができます。あるいは競争入札によってやはり最も安い業者に発注をかけることができます。ところが契約では全ての資機材について中国の業者から絶対に購入しないといけない縛りが設けられていたんです。インドネシアで作れるような単純なものでも例外ではありません。しかもその購入価格はいいね、ちょっとこれ高すぎるじゃないみたいな価格でも中国側が、いやこれでしか売らないからと言い張ったらそこでおしまい。どんなに高いものでも契約上絶対に購入しなくちゃいけなかったんです。こういう罠が契約には仕掛けられていました。日本より安くできるよと言いながら、実際には日本より高くなって中国企業にバンバンお金が流れ込む仕組みが契約時点で作られていたんです。そして中国の思惑通り事業費はどんどん高騰していきました。当初の計画では55億ドルだったのが、工事が本格化するとあっという間に60億ドルを突破。そのまま費用はどんどん膨れ上がり、最新の発表だとこれまでに費やした事業費は約72億ドルだと言われています。当初計画から17億ドルも高騰しちゃったんです。しかもこの72億ドルというのは2022年9月時点の数字。総事業費は未だに公表されていませんが、2021年時点でインドネシア国会に対して75から80億ドルに達するとの報告が出されています。17億ドルのコスト超過すら過小評価に過ぎないんです。しかもそのツケはインドネシアにそのまま降りかかりました。通常のプロジェクトであれば、いやコストが高くなったのは中国のせいなんだから、その分はそっちが負担しなよというふうにできます。ところが今回の場合はやはり
契約時点でコスト高騰をインドネシアが負担しなくちゃいけない罠が仕掛けられていたんです。その罠とは、高速鉄道を建設運営する KCIC 社インドネシア中国高速鉄道がインドネシア国営企業の出資で作られていたこと。そもそもこのプロジェクトは一種の BOT 方式でスタートしました。 BOT 方式とは、外国企業がインフラを建設運営して使ったお金を回収した後、低価格で現地政府に販売するというやり方。この方式だと現地政府は一切お金を使いません。そのため事業費が高騰したり採算が取れなかったりしても、その負担は外国企業に押し付けることができるんです。ところが今回の場合、この外国企業はインドネシアと中国の合弁企業である KCIC 社でした。株式の約6割はインドネシアの国営企業が保有しています。そのため普通の BOT 方式ならコスト超過の付けは外国企業に押し付けようとできるところ、実際には国営企業がその付けを負担しなくちゃいけないという状態になってしまったんです。そしてこれらの国営企業は多くがすでに莫大な債務を抱えています。いやいや、 KCIC の分まで負担することになったら借金が多すぎて倒産しちゃうよ、みたいな状況にあるんです。 KCIC に出資している国営企業を具体的に言うと、大規模工事を担う国営建設ウィザヤカルヤと国営高速道路ジャサマルがインドネシア国鉄、第8国営農園、最後の国営農園を除けばどれもこれもインフラ事業を担っている超重要企業ばかり。こういった企業が倒産したら経済は大ダメージを食らうどころか屋台骨ごと崩壊しちゃいます。そのためインドネシア政府は国営企業を救うために KCIC に国家予算の投入を行う羽目になりました。普通の BOT 方式なら事業費が高騰、その分は中国企業が負担してねとできたはずだったのに、国家予算を使わないと国営企業が倒産しちゃうぞという状況に追い込まれちゃったんです。もちろんこういう風になる仕組みも契約時点で KCIC 社が設立された時点で作られていました。まとめると、インドネシアは中国企業の言い値であらゆる資機材を購入しないといけない、事業費が予算オーバーしたらその分はインドネシア側が負担するという2つの罠が最初から仕込まれていたということです。中国は俺たちなら安くできるよ、政府負担もないよと囁いて、見事このプロジェクトを日本からかっさらいました。しかし最初からそんな約束を守るつもりはなかったんです。ただし契約は守ります。インドネシアに不利な契約はしっかり守らせることで、中国企業にバンバンお金を流し込まなくちゃいけません。中国は延伸プロジェクトでも同じような手法を使うでしょう。現時点でも KCIC 社は利益が出るのは40年先と社長自らが断言するほどの事態に陥っています。延伸プロジェクトによって借金が増えれば40年どころか60年80年経っても利益が出ないという事態になりかねません。だからこそインドネシアも今更になって日本に協力を求めているわけです。しかし日本からしたら協力するメリットも義理もありません。内閣報道官の志方氏が語ったように、工事中や完成後に問題が起きた場合に責任を取ることもできない上、プロジェクトには民間企業の協力が必要不可欠ですが、こんな厄介案件に関わりたい民間企業なんて見つかるわけがないんです。また裏切られる可能性を考えたら当然ですよね。そうなると頼れる相手は中国しかないわけですが、まあもう日本にはもう何の関係もありません。現在の 140km の路線で約72億ドルをかけたので、単純計算でいくと 550km の延伸には約300億ドル、1ドル150円で約 4.5 兆円かかる計算になります。中国と一緒に頑張ってもらいたいですね。さて、それでは最後に今回の話題に寄せられたコメントを一部ですがご紹介します。志方さんが言っていることは本当にその通り、日本の新幹線技術はすごく高度で、そんなものを
中国のスタンダードに合わせてしまうと安全性が崩れてしまう。インドネシアの高速鉄道に関わるのはもうやめよう。無責任国家の中国との共同建設なんて論外。何度も日本を裏切ってきたチョコ政権の事業に関わるとろくなことがない。信用するのはもう無理だと思う。いかがでしたか？今回はインドネシア高速鉄道の延伸プロジェクトについて、日本が事実上の絶縁宣言を行ったという話題をご紹介しました。現時点でも高速鉄道の運営は綱渡り状態なのに、延伸によって負担はさらに増えるでしょう。しかも2045年までには首都も現在のジャワ島ジャカルタからカリマンタン島へと移転される予定になっています。利用客の減少は避けられず、投資の回収も見込めません。こんな役ネタに日本が関わる必要なんてありませんよね。一度日本を裏切ったんだから、自分の力で頑張ってもらいたいところです。ああ、中国と協力するのも良いと思いますよ。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。